アルタイルが、あ、これ彦星のことなんだけど、16光年、光の速さで16年かかるってことね。織姫星のベガで25光年、アンタレス550光年、伊手座 A スター 27100 光年。だから私たちが見ている夜空の星は何千年も何万年も前に燃えていた星の光が今ようやく届いてるの。めっちゃ英語読めるの、さくちゃん。まあ雰囲気、私最近ねピアノ弾き始めたのよ、そこでいいよ練習して。ずっとやってたの今エアでていうかさ、最近入ってきたさ新しい子あった。あ、会ってない。でもそこでね見かけたの、外国から来たらしいから、もしかしたらそういうのもできる。外国から来たの、帰国子女じゃん。いきなりハグとかされたらどうする。あーそう、はい、今度やってみてよ。いや海外か。あ、ていうかさ、最近さ、うん、廊下歩いてたらさ、うん、強い光がピカってなって。何それ、雷的な感じじゃなくて。雷でもない。疲れてるんですね廊下歩いててピカみたいなのはあったかも。やっぱ起きてるよね。なんだろう、夏、夏だからかな。こぼれた、楽しみ。まだ読んでる。面白い？非現実的なところがね。どこまで読んだの？友達が転校生の噂話してるとこ。ただいま。おかえり。友達と降りてく君のただの日常、当たり前の窓の向こうをずっと見てきた空。なんて幸せな、またすぐに会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど、気になるんだ一瞬君がこっち見てたような妄想。僕が否定しても恋でしかないだろう。絶対これ以上好きになったら困るほど。
ありがとう。え？何が？約束守ってくれて。あのさ、いつかお話にしていい？今のこのこと。このこと？あなたがいて、私がいて、みんながいて、過ごした日のこと、楽しかったことや悔しかったこと、そんなこと全部物語にして残しておきたいの。じゃあ、私がそのお話に絵つけてあげる。え？描けるの？描けるよ。本当？本当だよ。信じてないでしょ。まあ、絵っていうか、イラストっていうか、漫画かな。じゃあ、頼んだ。タイトル考えた？うん。お話はまだだけど、主人公の友達にはこう言ってもらいたいって思ってる。あの星は今も遠い宇宙のどこかで激しく燃えている。その光は毎秒30万キロメートルの速さで、いつの日か再び私たちの元へと届き、全てを照らす。私たちは光と共にある。Thank you.